ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。ふう、今日も地球は平和か。これも私が全宇宙の平和を常日頃願っているからだね。とんでもない影響力だな。それができるなら今の極貧生活もなんとかなると思うが、そうだ。どうしたの？もしかしてこの平和にケチつける気？1万年に一度と言われるガンマ線バーストで、その平和も消え去るかもな。何それ？てか妙に具体性あるし、ケチのつけ方が悪質だよ。じゃあ今回は、1万年に一度の史上最強と言われるガンマ線バーストについて解説していこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。で、ガンマ線バーストって何？絶対言うと思ったぜ。ちゃんとその解説も準備済みだから安心しろ。なんか最初からバカにされてる感あるんだよね。ガンマ線バーストとは、天文学の分野で知られている中で最も高度の高い物理現象を言うんだ。高度？ってことは光か何かなの？放射線とかそういうの？ガンマ線って言ってるだろ。思いっきり放射線だよ。そんでガンマ線バーストにおいては、ガンマ線が数秒から数時間にわたって閃光のように放出され、その後 X 線の残光が数日間見られるって感じだ。あ、X 線も放射線だよね。何これ？放射線祭り？てか、なんでそんなことが起こるの？まあまあ、最後まで聞けばわかるから。なおこの現象は極超新星と関連しているって話だ。極超新星？超新星のすっごいバージョンってこと？ああ。あるいはハイパーノバって言われてて、通常の超新星の10倍以上の爆発エネルギーを持つ超新星だ。超新星でもとんでもない爆発なのに、その10倍とか周囲への影響が計り知れないは？そういうことだ。まあ有力ってだけで、極超新星が必ずしも根源とは断定できないところがあるんだけどな。で、なんでそんなことが起こるかって質問についてだけど、どうも調べによると中性子星化、もしくはブラックホールの形成が原因だそうだ。最初は明るい閃光で始まり、その後残光期間が続き、電波からギガ電子ボルトのガンマ線まで、様々なエネルギーの電磁波が放射されるって話だ。うへー怖いなぁ。でもそんな目に見えないもの、よく発見できたねぇ。ガンマ線バーストは1967年7月2日に、アメリカの核実験監視衛星ベラによって発見されたそうだ。発見されたガンマ線も面倒だから、以降は GRB な。それは後に GRB67702 と名付けられた。どうやって？核兵器の爆発実験により、放出される放射線を検出する目的で作られた衛星が、発生源が不明のガンマ線のバーストを検出したのがきっかけって話だぞ。皮肉なもんだね。大量破壊兵器絡みでそんなすごい発見に至るなんて。それは言えてるな。そんでその後、1973年にアメリカのロスアラモス国立研究所の研究者が、この衛星のデータから、これらのバーストが太陽系外からやってきているのを突き止めたってのが流れだ。ふむふむ。そんで、地球への影響ってどんな感じなの？マジで平和が乱されるレベルなの？ああそこなんだけど、地球の大気は X 線やガンマ線のような高エネルギー電磁放射を緩和するのに、めっちゃ効果的であるってわかってるんだ。よって、相当やべえレベルのバーストが起こったとしても、地表に届くことはないだろうし、たとえキロパーセク級でも紫外線放射における短い上昇で終わるそうだ。なんだそれ？冒頭の話は何だったの？視聴者掴もうとして嘘ついてんじゃねえ。待て待て。何もまるっきり嘘ってわけじゃない。研究者の中には、近距離の GRB によって、地球がガンマ線の放射を受けた際の影響を調査してる人もいるんだ。それで驚くべき可能性があるとわかった。お、驚くべき可能性？まさか、滅亡するとかなんて。その通り。現在の共通認識では、ガンマ線バーストの継続時間は短いので被害は限定されるが、十分に近い距離で起きた場合は地球大気に深刻な被害をもたらし、オゾン層が破壊されることにより、大量絶滅を引き起こす可能性があると考えられているんだよ。なんだと？いや、絶滅なんてねえ。ところがどっこい、2005年に NASA とカンザス大学の研究者により、オルドビスキスへの大量絶滅は、超新星爆発による GRB を地球が受けたことが引き金となったそう言われているんだぜ。じゃあやべえてか、それがオゾン層動向って話なの？ああ。研究によると、比較的地球に近い恒星の爆発によるガンマ線放出の計算を行い、この爆発で地球にはわずか10秒間しかガンマ線は降り注がなくても、これによって地球大気のオゾン層の、約半分がなくなる可能性があることが判明したんだ。これにより太陽からの紫外線が地上や海などの、表面近くに生息する生命の大半を死滅させ、食物連鎖も破壊、絶滅に至ったと。ひいそ、そんなにヤバいやつなの？ KGB って、GRB な？ロシアは関係ねえよ。さて、そんな GRB が1万年に一度ってレベルでやってきたわけだ。ん？来た？続ける。
時は2022年10月9日、かつてないレベルのとんでもない GRB が発生したと話題になった。可視光で捉えた写真は、およそ10時間程度でとても暗くなったという経緯があったそうだ。え？それってつまり、超新星爆発が起こったってことなんだよね？そう考えていい。ちなみに検出したのはニール・ゲイレルス・スウィフト天文台。2004年11月20日にデルタ2によって打ち上げられた GRB 観測衛星が同名となっている。専用の衛星があるんだね、すげえ。で、発見後に発覚したんだけど、この GRB、最も近い基地のガンマ線バーストの一つであり、最も高エネルギーで明るいガンマ線バーストの一つだったとのことなんだ。一番最近のやつが一番やべえとかなんか終末感漂ってるね。でもこれで、GRB の詳細な研究が行えると期待されているんだぜ。前向きで素晴らしいじゃないか。科学者エテか、具体的に何がどうすごいの？戦闘力みたいなのはないの？あるかそんなもん。ただ参考として、別のガンマ線観測用の天文衛星であるフェルミガンマ線宇宙望遠鏡を、下飽和状態にしたってのと、中国の大型高高度エアシャワー天文台はこの GRB の発生中に、5000個の高エネルギー光子の発生を記録したという経緯があるって感じかな？下飽和状態って何？つまりはスカウターが土管だ。別に実際は土管したわけじゃないんだけど。あるじゃん、戦闘力そんで5000個のエネルギー見つこってすごいの？比較がないからわかんない。5000個の高エネルギー見つこっていうのは、つまりは18兆エブとなるんだよ。なおエブは電子ボルトな。兆が出た時点でやべえ匂い漂わせているけど、その数字もよくわかんないよ。そうだな、一般的な GRB の即時放射で放たれるガンマ線のエネルギーが、1100万エブって感じ。じゃあもう倍数数えるのがめんどくさいってレベルだよ、なんだそのエネルギー。てか、そんな GRB 一体どこで発生したのさ。場所によっては地球がヤバいんでしょ？場所については、地球から銀河中心部に近い方向に約19億光年向こうって話だな。あら？なら大丈夫だね。億光年も離れてんだからちっとも近くないでしょ。それでも、一般的な GRB と比べてめちゃ近い距離になるんだけどな。なんだと？あ、だからいろいろ調べられるのか。科学者の人たちも抜け目がないなぁ。そんな GRB だ。即時放射はとんでもなく明るく、宇宙にあるガンマ線観測装置も参った状態だったのさ。ああ、だから飽和状態って表現したんだ。それだとちゃんと観測できてないってことだよね？そうでもない。フェルミガンマ線宇宙望遠鏡の観測結果は復元できたみたいなんだ。そんで、今回の GRB は過去のものと比較して70倍明るかったことも証明されているぞ。おお、さすが科学力の結晶だよ。そんで、そんな GRB が1万年に1回だったってことなんだね。そういうことだな。人類史における最大の GRB だと言っても過言じゃないだろう。でもさ、そんな強力なら地球にも何かあったんじゃないの？悪影響ってやつ。地球においては、超波ラジオの通信を乱す程度の影響だったみたいだな。別に深刻なものはない。へえ、地球の大気もすごいんだねー。そんな強烈なビームみたいなやつを無効化するなんてねー。てかさ、今思ったけど、1万年に一度の GRB が来るんじゃなくて、来たんじゃん。気にすんな。ま、地球もなかなかやるなって感じだよ。しっかり守られてるな。そうだね。ま、これで当分 GRB はやってこないだろうし、一安心だよ。何言ってんだ？ GRB って1日1回のペースで観測されてるんだぜ。キャー死ぬー。大丈夫だっての。数十ケブから数メブのガンマ線が、ミリ秒から千秒の間に観測される程度だ。そもそも GRB って、理論が正しければ超新星爆発後の中性子星かブラックホールが放出するんでしょ？なんでそんな毎日やってくるのさ。そんな毎日、恒星ってドッカンドッカンやってんの？発生源はまだ確定じゃないって言ったろ？そもそも謎が多すぎるんだって。でも何かしらの答えは出てるんじゃないの？こういう部分が判明したとかさ。まああるにはあるけど、データは今不完全で、依然として謎に包まれているのは確かだ。GRB のスペクトルを得るのはめっちゃ難しくて、そこまでの距離が直接的に測定できないしな。ああ、発生源の位置も特定できないんだ、そうなると難しいね。だろ？その代わり、残光の可視光観測により赤方辺位を測ればおおよその距離が判明するそうだ。発生後に即場所を特定して、残光を見つけるのは非常に難しいだろうけどな。まずはそこからか。気の長い戦いになりそうだな。あとは科学力任せだな。それと GRB は、バーストの継続時間が長いものと短いものの二つに分かれる謎もある。ん？でも10時間どうこうって長いじゃん。それは超新星爆発であって、何も難しいことはないでしょ。問題は短いやつだよ。全く異なるメカニズムなんじゃないかって囁かれているな。そうだったらお手上げじゃん、また一から観測だよ。でも長いやつは判明している。それは天文学者、科学者たちのこれまでも頑張りだと思うぜ。
それに、彼らは2000年10月9日に打ち上げられたアメリカの HETE2 衛星によって、より多くの情報が得られると期待している。これにより NASA のチャンドラ X 線天文台など他の観測衛星が、バーストのより詳細な情報を得られるようになっているんだよ。結構前向きに考えているそうだ。大肝心の調べる人たちが前向きだと心強いね。だな。そんで極め付けが先にも言ったニール・ゲイレルス・スウィフトという観測衛星も稼働していて、特にこいつはバースト警戒望遠鏡を搭載し、他の衛星にあらゆるガンマ線バーストの発生情報を送れる。さらにはバースト源に向けて素早く方向転換、今までよりも高感度の観測装置でバーストの観測を行えるんだ。その間、わずか50秒。それ以内に姿勢を50度移動可能という優れものだ。おお、それなら正確な座標に観測装置を向けられるね。こりゃ解明も近いよ。ただ、局長申請が関連していると言われているとはいえ、まだ可能性の段階であるのが事実だ。それは最初にも言ってるよね。一体いつ頃に解明されるのやら。そうなんだよな。まだ発生源すらきちんと分かっていない時点で、まだまだ解明は先と言えるだろう。実際、天体物理学界では GRB の詳細な発生機構についての合意は得られていないみたいだし。実際 GRB は起こっていて、それなりの理論もあるのにまだ可能性ってのがモヤモヤするよ。まったくだ。だがバーストの観測はどんどん積み重ねられている。例えるなら今回のやつもそうだし、2013年4月27日の GRB13427A、2006年6月14日の GRB6614、さらには1999年1月23日の GRB99123 などなど。結構あるんだね。今言ったやつは結構特徴があるやつってこと？まあな。中にはホワイトホールが短時間出現したんじゃ？って言われているものもある。ホワイトホールだと？まあこのあたりは、また別の機会でそれぞれを解説したい。何が言いたいかって今まさに人類は、GRB を研究中、解明中ってことだ。本気にない時間の問題、私はそう思ってるよ。だね。みんな優秀だし少なくとも私よりは。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。